お茶の間のお茶の間様の言う通り。この番組はお茶の間が視聴者のリクエストに応える無茶ぶりバラエティ。お茶の間様の選択が彼女たちの運命を決める。今回はビヨーンズの5人をゲストに招いてトークスペシャル。喋って喋って喋り尽くす。お茶トーク第2弾、ビヨーンズのメンバーも一緒に本音でトークスペシャル。イエーイ、ビヨーンズです。よろしくお願いします。両グループの関係性がここに暴かれる。さあ、前回お茶トークやりまして、はいはい、どこかの各所でなんか評判がいいという、どこかは知りませんけど評判がいいと。ただ楽しかったよね。手応えあったっていう子いる？どう？何話？上がらないね。先輩がいるからな。縮こまっちゃって、縮こまっちゃって。どうしちゃったんだよ。つっつんもっとメンチ切っていけよ。メンチ切るキャラだろ。ビヨーンズはお茶ノーマの先輩になるんですよね。はいはい、そうですね。先輩グループ。先輩グループ。はい、どれぐらい？何年ぐらい？5年目。5年だから、うん、だいぶ先輩だ。大先輩です。声ちっちゃい。ちゃんと食らってくれてる。キュルルのでも顔引きずってたね。ないです。可愛いじゃないですか。いっぱい出てましたけど、ね、スーちゃん、スーちゃんオタクだから先輩はやっぱオーラがすごくて、うん、ちょっとすごい受けてます。影響、影響、影響じゃなくて。スーちゃん今日どうする？アイドルとしているかオタクとしているかどっち？どっち？え、オタク。オタク。そっち。アイドルとしていてほしいな。さあ、ちなみにこの両グループは年齢はどれぐらい近いとか？あ、でも私キヨの桃姫ちゃんとハロプロ研修生に入ったタイミングが同じで、小学校5年生から一緒に活動してました。小5から？もううちら8年目です。うちら8年目です。ギャルなんです。ギャルギャルギャルしてる。同期なんだ。そうなんです、同期なんですよ。へえ。桃姫ちゃんはこのビヨーンズの中では どの立ち位置？最年少です。最年少なんだ。最年少で18歳なんですけれども。だからビヨーンズではフレッシュだけど、お茶の間に入ると子さんになる。そうなんですよ。ものすごい子さん扱いで。そうなんです。ババア扱いされてる。ババア扱いはしてないけど子さんね。ここに6個上のお姉さんいるから。やめて、うわ、ここここ子さんですね。フレッシュに行こうと思って猫目見つけた。一番バラさないで。お姉さん、そういうのが子さん感がすごい。出ちゃった。でもね、今日はね、トークということなんでね。そうだそうだ。いつも言えないようなことなんかもね、言っちゃったりしても、大丈夫。いける。広本いけるな。はい。広本よ、こんな調子でトークはいけるのか。お茶の間の未来を決めるのはお茶の間のあなた。お茶の間のお茶の間様の言う通り。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。さあ、今回も大量のトークテーマを用意いたしました。大量ですね。びっちりね。増えてるんじゃないですか。増えてる、増えてます。さあ、これを元に話していっていきたいと思います。はい、さあ、話すメンバーはこのくじ引きで決めていきます。お茶ノーマとビヨーンズがあります。はい、はい、それでは江上さん、お茶ノーマから引いてちょうだいな。はい、いきますぞ。罰ゲームでもなんでもない。いくよ。はい、トップバッターはじゃーん。テーマを選んでください。じゃあ、みんなの意見も聞いてみたい話。おー、あ
うん、もうちょっとで美容院に行くんですよ。美容院の、まさか、まさか、すごい狭い話ですよ。そういうのいいよ。まあ、行くんだ。で、なんかずっと私この前髪で生きてきてて、割と綺麗綺麗、なんか飽きてきちゃったんですよ。前髪ね、なんで、で最近こう見てるインフルエンサーの方の前髪が結構見てて可愛いなって思ってて、こうパツンなんですけど、このパツンの幅がこの辺まであるんですよ。あ、広いな、いいなって思ってるけど、なんかしたいけど似合わなかったらみたいな感じだから、ルリに似合うかなってこと。私って似合うかな、ねえリーナどう？そうです、そういうことです。そういうことか。クマだと髪切ったり。あ、そうですね、私も気づいたらショートになってたんです。気づいたら怖くない？でも、うん、ショートにしてから、あの人気が2倍ぐらいに上がってしまった。似合ってる、どこ調べ、どこ調べ。なんかやっぱり自分ではロングしか勝たんみたいな感じで思ってたこともあるんですけど、やっぱ旗からの意見っていうのも大事で、第三者。でも思うんです、髪の毛って結果伸びるじゃないですか、だから一回なんかやりたいのやってみるのもいいと思う。で、優しい。ちょっとあれだなと思ったらもういっぱい引っ張って伸ばすとか。そんな原始的な人で伸びるもの、力技やね。もう最悪全部上げちゃえばいい。そっか、昔前髪を上げてた時期があったんですけど、めっちゃ可愛かったんですよ。いや今ももちろん可愛いんですけど、ちょっとそれちょっと見たいかも。いいじゃん。あら、見たい。次回ちょっと上げてきてみなよ。本当に。はい。はい。それそうか。だから前髪あるだけじゃなくて、いろいろね似合うものがある可能性があるから、変えること自体はみんな大賛成っぽいよ。そうね、やりたいことやね。オタクの意見としてはどうですか？もう素晴らしいと思います。最高。結果出ました。さあ続いてリオンズからいきましょう。いきます。チャンネルの時どっち。お茶。一発目から来たいっていう人とか。いや、じゃあちょっとオープニングトークあんまり話さなかった山崎さんいいですかね。ザキさん、ちょっとザキさん行きましょうよ。はーい。人見知り兼緊張しいなんで彼女。そっかそっか。でも早めに始めといた方がいい。ああ、そうだよ。そうですよね。はい。なんかどうありますか。どうですか。最近嬉しかった話。一番上の。最近嬉しかった話。はい。何でしょう。この前。お弁当に大好きなキクラゲが入ってました。きっと全世界共通で食べ物の話って盛り上がるんだよ。キクラゲのどういうとこが好きなんですか？キクラゲはもともと食わず嫌いしてたんですよ。わかるよ、私もそうだった。食べなかったんですけど、大好きな卵と一緒に料理されてたので。中華料理じゃないの？そうですね。美味しくて、美味しくて感動して、そこから大好物になりました。あ、なるほど。でそれでこの前お茶の間と一緒にイベントをした時のお弁当に入ってたんですよ。キクラゲ入ってる日っていいことあるんですよ。うわ、じゃあもうお茶に対してもいいイメージが。あ、もうキクラゲのおかげ。お茶がちゃんといるとキクラゲ食べれるかもしれない。いると。ザキさんは面白い人ですね。いいですね。次のトークいきましょう。行きましょう。じゃあ次はお茶のま。チャ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 。誰か誰だ。チャ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 。行きます。お。来てしまった。じゃあ何する？先輩に今だから謝りたい話。うわ。何？気になる。気になる。と前田心さんなんですけど。心ちゃんに。何私研修生に入った時の1個上の先輩が前田さんだったんですよ。おー、1個上。はい。で研修生のルールで1つ上の先輩が1つ下の後輩にルールを教えるっていうのがあるから、私たちは前田さん
向きにいろんなことを教えてもらってて、はいはいはい、私入った時11歳だったんですね。もう本当何も分からなくて、なんかその研修生のライブの終了後にライブの反省会みたいなのがあって、うんうん、もう先生とかにもうここもっとこうしてくださいみたいな、結構もう張り詰めた空気でめちゃくちゃ叱られたりする反省会があるんですよ、はいはい、そこで私真剣にメモ取ってるふりしてめちゃくちゃ落書きしてたんです。やってた。いやいや、やっぱそのハートが強いんだよな。うん、まだ11歳だしね、うんうん、バレなきゃいいと思ってめちゃくちゃ落書きして遊んでたら、うんうん、その様子を前田さんが後ろから見てて、で見ちゃった。いやいや、しょうがない。でその後にキララちゃん、そういうことはしちゃいけないんだよっていう風に優しく言ってくださって、もうこんなやつ嫌じゃないですか。嫌だね。ですよね。なのにめっちゃ優しく教えてくれて、もう今考えたら本当にすみませんでしたっていう。はあ、その時覚えてます？覚えてますね。覚えてる、はい、優しく言ったかもしれないけど、パッて見つけた時は本当どう思ったの？びっくりしました。びっくりしました。何だったこいつみたいな。絵描いてる。そんなやついる？どんな絵が描いてあったかとか覚えてない？いや、本当になんかキャラクターとか。そうですね。もうでもすぐ大人になってって気持ちです。そうだな。大人になります。どう？今でも収録中すごく眠たそうな顔します。そうなんです。今でもなんだね。の頃、うん、あのライブの合間に、うん、あのマネージャーさんたちがいる楽屋みたいなところで、うん、あのお昼寝タイムがあったんですよ。米村だけの時の米村、お昼寝タイム。だから、あ、キララちゃんお昼寝してるんだなって思ってたんですけど、まだお昼寝。その時はもう本当ガチ寝で、本番30秒前ぐらいに起きてボソボソのまま出てたんですよ。でも今はちゃんと起きたまま、起きてます一応。必要ね。起きたまま収録中に寝てるんです。起きてます。いや、起きてないのよ。声も出てねえし。ギリギリなのよ。でも当時からなんだ。はぁ、面白いな。ちゃんとしてください。はい、ちゃんとします。行きましょう。はい、じゃあ次は行きます。じゃ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 ーん、まいろちゃん。はい、どうしようかな。どれにする、どれにする。家族に対して不満に思ってる話。なんかあります？あの、私、あの父が、うん、あのイタリアンシェフなんですけど。シェフなの？かっこいい。で、ダイエットのためにちょっとご飯控えたいなって思ってる時でも、うんうん、パスタ作るけど食べる、うわ、ステーキ焼くけど食べる、最高。言ってくるんですよ。それがちょっと毎日困っちゃってますね。いや、どうする？あ、今も一緒に住んでんだ。はい、実家で。うわ、基本的にお父さんが作ってくれるの？父ちゃんが作ってくれます。父ちゃんが、かわいい。父ちゃんって言ってんの？父ちゃん、ちゃんが。それでもじゃ管理しなきゃいけないから、はい、我慢するの？食べちゃうの？食べちゃいますね。そりゃそうだよな。父ちゃんのご飯やっぱ美味しい。美味しいです、本当に。何が一番好き？トマトクリームパスタが好き。美味しいの。ちょっと そこにキクラゲ入れてもらえない？キクラゲ入れて、ザキさん的に入れてほしいね。入れてほしいです。キクラゲ入れて、キクラゲ、父ちゃんお願いします。父ちゃんお願いしておきます。せい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 、誰？せい中山。しい顔してくけどよ。お茶のままの最終兵器がや。はいはいはい。いや、どうしよう。どうする？じゃあ今だから笑ってる。こっち。自分で一番笑ってます。笑っちゃった。今だから笑った話じゃなしで。今だから笑って話せる話。はい。先日あのテーマパークに行ったんですよ。うんうん、でその時になんかお土産で。3つセットで1個のキーホルダーを買ったんですけど、なんかそういうテーマパークのレジ持っていくと、なんか袋おいくつ準備しましょうかみたいな、お土産かな、そうです、聞いていただけて、まあそのいろいろなんていうんですか、お会計してる間になんかそのカチューシャ可愛いですねとかっていう風に言っていただけてて、まあ仲良くなったんですよ、その店員さんと。すごいな、そういう気合い。
はい、それで、まあ、3つぐらい商品買ったんですけど、うんうん、おいくつですかって言われて、うん、私は年齢を聞かれたと思って、うん、あ、17でって言ったら、うん、なんかその店員さんがすごいポカーンとされてて、うん、で今気づいたら、うん、袋の個数を聞かれてたんだなっていうあ、合わせてくる。そっか、帰った後に気づいたの。あ、そうです。え、その場で気づかなかったの？今って袋有料化されてるじゃないですか、うん、だからその17個だから1個だいたい5円ぐらいの袋を17個っていうレシートを見た時に、うん、あ、キーホルダー3つとお菓子2つぐらいだったのに、うん、17個の袋を買ってるの。そうなんです。もらってえって思った。いや、その時お話ししてたんであ、それが分からなかったんだ。それが入ったから。まあ、でもそういう袋っていろんな場面で使えるのでポジティブ、ポジティブなのであれなんですけど、ちょっと恥ずかしかったなっていうのはありますね。そっか、レシート見て気づいたね、はい、でもその時にお姉さんもさ、17ってなんか気づいてくれたらいいのにね。確かに。でもその袋本当に可愛いのでそういう問題らしいので、なんかだからもう、や、よかったっていうことか、はい、衝撃だったよ。さあ次のトークいきましょう。えい、じゃあミヨンズ、ミヨンズ、お、はい、大変だろう。よし行こう。でででででで、さつやしちゃー、さつやしちゃー。はい、なんかどうします、どうします、後輩に一言伝えたい話。いやが同期なんですけど、うん、あの私ハロプロ研修生を経てなくって、うん、オーディションで直加入、あ、直デビューのパターンだったんですけど、そう、同じオーディション受けてたのが斉藤まどかちゃん、で、斉藤、はい、そうですよ。でマドピンはあのハロプロ研修生に加入して、うんうん、でそのオーディション中にめっちゃお話をしたんですよ、うん、休憩中とかにすごい仲良くなって、うん、でもうなんかお互いの年齢とかよく分かんないまま、うん、めっちゃなんかハロープロジェクトの話とかをして仲良くなって、うんうん、でも別れちゃって、うん、あ、また会えるかなって思ってたら、うん、こういう形でまた会えたんですけど、うん、いいね、うん、やっぱビヨンズがデビューがちょっと先だったので、うんうん、敬語になっちゃったんですよ。再会した時にはもう敬語だったんです。敬語で里吉さんって呼ばれてて、私それがすごく寂しくて。そうなんですよ。で何回かあのタメ口にしようって言ったんですけど、いや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 似てる似てるやるよねいやいやいやそれそうなんですよ。でこの前ようやくタメ口になって、うん、で、ね、やっと連絡先も交換して、で、あ、じゃあ里吉さんじゃなくて、うん、そのニックネームがウータンなんですけど、うん、ウータンって呼んでほしいって言って、うん、分かったって言って別れたんですけど、うん、ブログでは結構ウータンって書いてくれるんですけど、実はまだ直で呼ばれたことがないんですよ。ちょっとやっぱりちょっとやっぱりビヨンズさん先輩なのでちょっと緊張しちゃうんですよね、うん、でもオーディションでずっと喋ってたんですよ。そうだよ。すごい本当にたくさん待ってる時にずっと結構、ね、もう喋ってて、うん、でそれでまた会えるかなって思ってたら、うん、まさかの、あ、受かってたみたいな、うん、学再会の時にはもう先輩に敬意を払わなきゃいけない。そっか、でもウータンはそうじゃないってよ。そうだよ、やっぱ同志っていうねイメージがあるわけで、ね、そうだよ、だって同じオーディションを受けてね、その時に話しかけてくれたりした人って嬉しいじゃんね。私めっちゃ人見知りなので、うん、もうすごいいっぱいお話できると思ってなくて、うん、あ、仲良くできたと思ってたんですけど、ウータンそう言ってるよいやでもなんか直接やっぱりニックネームをお呼びするのがちょっと緊張して、お呼びするの？あれ頑張ってあのメッセージとかでは、うん、そのタメ口とか使ったりしてるんですけど、直接になると、うん、あったらめっちゃ敬語で、でもこれ言っていいのか分かんなくてタメ口にしようって何回も言うのもあれじゃないですか、うん、なんか圧かなと思って、あ、そっかそっか、多分私の心構えができてないんですけど、え、じゃあここで初めての、よし、やった、行こう行こう、ドキドキ、
くーちゃんいつもありがとう。かわいい。ものすごいカクカクカクしてたけど、カクカクしい言うたらうれしい。まあこれはあるあるですよね。うーたんはきっとこんなよ。これでさ裏であいつうーたんって言いやがった。マジやばいから。ただのやべえやつだから。そんな人じゃないでしょ。はい、違います。そんな人じゃないですよ。ね、そんな人じゃないですから。やっぱこういう世界行ったら仲間をどんどん増やしていく方が絶対メリットがあるから、距離縮めた方がいいんじゃない。じゃあもうこれから多分ウータンが嫌がるくらいウータンウータン。おーしゃあ、それいい。嬉しい。嬉しいよウータンも。皆さん窓ハラって知ってますか。窓ハラ。この後北原の不満が爆発。グループ内でささやかれる窓ハラの実態とは。はい、次のトーク参りましょう。はい、次さあ行きましょう行きましょう。でででででいいです。茶茶です。お茶行こう。茶茶よし。誰だ。喋ってないやつ。もうとか。もう別に一回喋っていいよ。もう行こう。もう行こう。もう行こう。誰何する？未だによくわからない話。おおいいね。でこれ早速斉藤まどかちゃんの話なんですけど。俺来たよ。あの皆さん窓ハラって知ってますか？窓ハラ。そんな言葉があるんですか？あのお茶の間の中ではもう本当に有名なんですけど。ちょっとドキドキします。その時計は。斉藤まどかちゃんがメンバーのことが大好きすぎて、まあそうですね、ハグしてきたりとか頭触ってきたりとか、なんかまあいろんなことをしてくるっていうものなんですけど、まあ特に私がその対象になってしまって、スキンシップがちょっと強めなんですね。はい、それについてちょっと実践したいんですけど。実践？何ですか？何ですか？見せてくれるんですか？いいですか？先日あのマドピと一緒にすごい満員電車に乗ったんですね。うわ、嫌だ。マジで嫌なよ。もっと近かったこれぐらいだったんですけど。でそれであのマドピがこけたんですね。やっぱ揺れで、うん、ちょっと電車揺れてぐらい、こうなったんですよ、うん、その時に大丈夫言ったんですよ。それがあなたがこけたのに。すごい感じになっちゃう。だけどモモの前でちょっとカッコつけたいって思ってた。イケメンチックになっちゃうじゃん。それで、でもモモは嫌なんだ。嫌でしたね。正直。これが窓ハラというやつですか。はい。被害者の会、被害者の会はどうですか。被害者の会。あ、中山どう？中山。じゃちょっとすごい、うん、お尻触ってきます。マドピー。うちにもいます。あら、嘘。あら、高瀬くるみお尻触ってきます。高瀬ちゃん。高瀬ちゃん、どういうこと？クルハラ、クルハラ。クルハラって、やめて。やめて。どういった被害が遭われるんですか。はい、どうですか、被害者の会。もう通りすがりにちょっとみたいな。何事もなかったかな。ちょっとそれ、リアル、リアル。部長とかがやったら本当に触られて振り返ったら誰もいなくていい。まだいけるじゃないな。ちょっと高瀬、それなんでやっちゃうの。いや、スキンシップ。スキンシップ可愛いからやっちゃう。あの動物に可愛いねってやるのと同じ感覚でみんなに可愛いね、ヘイヘイ。全部お尻とか。お尻、ヘイ、ヘイ。触り方が。いやでもあの窓ハラの話題が出た瞬間の後ろの残り4人の顔がガッて嫌そうな顔してる。違うんです。はい、どうした。なんか斉藤はよく仕事とプライベートはハラスメントは分けますみたいな言ってるんですね。何それ。どういう意味ですか。でもこの間のリハーサルでもあの北原と斉藤が隣で会った時、まあまあ、まあまあみたいな、みんなが待ってるんですよ位置について。分けてないです。なるほど。仕事中もやってます。はい、ハラスメントしてます。大丈夫マドピー、やめる。いやまあほどほどに。仕事さえちゃんとしてくれればメンバーとしては、メンバーとしては大丈夫。また来たなって思われたくない。続きはまた次週。ここでしか聞けない話連発、お見逃しなく。でも安心してください、久保田色気ゼロです。なんでみんな。
本当に。それでは謝罪映像をご覧あれ。お茶の間のことはまだ好きでしょうか。大好きです。7月からお茶の間様の言う通りが火曜夜10時にお引っ越しします。ぜひ見てね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。どこ間違ってたよね。